私もらったよ。大切なもの私もらったよ。離さない何があっても離さない何があっても。白百合のように清らかな気持ちを、白百合のように清らかな気持ちを、いつまでもいつまでもこの胸に咲かせていたい。いつまでもいつまでもこの胸に咲かせていたい。歌ってみた感じは SM ゴッパチはやっぱりいつも使っているのですごくすぐ馴染んできた感じはあったんですけど、ベータゴッパチは今日初めてだった割にはこう安心感があるなと。 歌っていて歌いやすかったですし、次のライブで使いたいですね。はい、はい、いかがでしたでしょうか。皆さんマイクの違いを感じていただけましたでしょうか。今日こんだけたくさんのマイクを試してみて、次のライブで、どれを使ってみようかなとちょっと楽しみになってます。以上でした。三浦舞子でした。また。